こんにちは。今回はいよいよ新シーズンの開幕が迫ってきた J リーグ J1 についてです。今年の J1 リーグが絶対に面白くなると思える理由を5つ挙げてみました。それではスタートです。まず最初は1つ目です。1つ目は、過去3年間はコロナの影響でサポーターの応援や人数が制限されていましたが、ようやく全席での声出し応援が可能となりました。スタジアムがようやくコロナ前の状態に戻ります。やはり無観客や制限付きのスタンドやスタジアムは味気ないものでした。全席での声出し応援が可能となって、スタジアムの雰囲気は非常に良くなると思われます。こちらは2003年から2022年までの20年間の J リーグのホームチームの成績を表したものです。左から3番目の平均勝ち点に注目すると、コロナの影響で無観客試合もいくつかあった2020年や2021年シーズンのホームチームの成績が非常に良くなかったことがわかります。ホームチームが得た平均勝ち点のワーストは2020年で、その次が2021年となります。もちろん無観客試合になったことやサポーターが少なかったこと以外にもいくつかの理由があると思われますが、やはりホームチームにとってバックアップしてくれるサポーターの声がなくなってしまった、もしくは少なくなってしまったというのは、勝敗の部分にも幾分かの影響を及ぼしていると考えられます。サポーターの声が完全に戻ってくる2023年シーズンは、サポーターの声援を受けたホームチームが過去3年間と比べると好成績を残すのではないかと思われます。次は2つ目です。2つ目はやはり優勝争いです。今年の J1 の優勝争いは面白くなりそうです。近年の J リーグはマリノスとフロンターレの2強になっており、ここ6年間はこの2チームがリーグタイトルを独占しています。共に魅力的な攻撃サッカーで J リーグを引っ張ってきましたが、この2強の時代がまだまだ続くのか、はたまた2強の時代が終わるのか、興味深いところです。この2チーム以外で今シーズン前評判が高いのは、広島や鹿島やセレッソや FC 東京といった昨シーズンの上位クラブです。このあたりのクラブが2強の優勝争いの輪の中に入っていくことはできるでしょうか。たくさんのクラブが優勝争いに絡むようだと非常に面白くなります。浦和や名古屋やガンバなどビッグクラブにも期待が集まります。3つ目は日本代表絡みです。カタールワールドカップが終了して、いよいよ新生日本代表の活動がスタートします。カタールワールドカップではベスト16入りを果たして大きな注目を集めた森保ジャパンですが、3年半後のワールドカップに向けてメンバーが大きく入れ替わるのは確実です。今後も海外組が中心になると思われますが、やはり J リーグからも何名か日本代表に選ばれるでしょう。日本代表に限った話ではありませんが、やはり最初が肝心です。初期の頃に活躍した選手は代表でも優遇されやすいことを考えると、3月に行われる代表戦で誰が選ばれて誰が活躍するのか注目が集まります。 J リーグでプレーする代表入りが期待される選手を14人ピックアップすると、この辺りになります。フロンターレの立花だ、浦和の伊藤、柏の山田浩太、ガンバの谷、柏の高峰、セレッソの加藤睦月、広島の水田、福岡の井出口、ガンバの江川、名古屋の藤井、鹿島の藤井、マリノスの藤田ジョエルチマ、フロンターレの宮代、岡山 FC の小川幸喜などです。もちろん他にも期待される選手はたくさんいますが、この14名を今回はピックアップしました。他には鹿島の佐野海舟であったり、浦和の秋元であったり、マリノスの西村などにも期待が集まります。次は4つ目です。4つ目は若い世代です。2024年のパリ五輪もあと1年半後に迫ってきました。五輪代表をめぐる争いも今シーズンは注目されます。日本代表とは違って五輪代表は J リーグ組が中心になると思われますので、
J リーグの舞台で切磋琢磨して評価を高める選手がたくさん出てくることが期待されます。自国開催となった東京オリンピックは惜しくも4位でしたが、次のパリ五輪代表チームも久保建英を筆頭に逸材はたくさんいます。今シーズンの J リーグで大きく成長してパリ五輪の競争の輪の中に入っていく選手は誰でしょうか。パリ五輪での活躍が期待される J リーガーを同じように14名挙げてみるとこのあたりです。 FC 東京の松木、鹿島の荒木、京都の木村、川崎フロンターレの高井、札幌の馬場、同じく札幌の中島、柏の田中、湘南の畑、セレッソの北野、ガンバの半田、名古屋の高田、鳥栖の中野、マリノスの山根、新潟の水戸俊介などです。他にも鳥栖の西川潤、セレッソの西尾、鹿島の染野、マリノスに移籍した上中、 FC 東京のバングーナガンデカシーフ、ガンバの中村次郎、浦和の大畑、ヴィッセル神戸に移籍した川崎、神村学園からセレッソに加入した大迫、広島の大卒ルーキーの山崎、売り出し中の若手の田中、京都サンガの川崎、フル代表経験のある柏の細谷、 U21 日本代表の常連であるセレッソの藤尾などもパリ五輪代表での活躍が期待される選手です。期待の若手たちが J リーグの舞台でどんなプレーを見せるのか大きな注目が集まります。五輪代表で評価を高めてフル代表入りを果たす選手がたくさん出てくることが期待されます。最後はベテラン勢です。どうしても現役の代表プレーヤーや若手プレーヤーに注目や期待が集まりますが、今シーズンの J リーグには世界の舞台で活躍した経験のあるベテラン選手がたくさんいます。最も注目を集めるのは2010年以来の J リーグ復帰となったセレッソの香川ですが、他にもカタールワールドカップのメンバーの長友や酒井宏樹、すでに代表は引退していますが神戸の酒井豪徳、カタールワールドカップはサプライズ落選となった大迫なども素晴らしい実績を持った選手です。ベテラン選手の名前を書き出してみるとこのようになります。すでに名前を挙げた選手以外ではガンバから鹿島に電撃復帰した庄司、今シーズンは13番を背負うことになった清武なども今シーズンのパフォーマンスが注目されます。この辺りの選手は海外でもプレーしました。一方キャリアの大半もしくはキャリアの全てを J リーグでプレーしているベテランで注目したい選手というと、川崎フロンターレの家長、ガンバの東口、浦和の西川、 FC 東京の森重、神戸の山口蛍、川崎フロンターレの小林優、広島の青山などが挙げられます。家長や東口や西川や森重や山口蛍などは依然としてトップクラスを維持しており、小林優は怪我が増えてきましたがストライカーとしてはまだまだ一級品です。青山は昨シーズンは出番が一気に減少しましたが今シーズンはどうなるでしょうか。元気なベテランが J リーグにはまだまだたくさんいます。一方日本人だけでなく神戸のイニエスタなど外国人のスター選手の活躍にも期待が集まります。以上のような5点をピックアップしました。本日スーパーカップが行われますが J リーグの開幕まであと1週間となりました。面白いシーズンになることが期待されます。今回の動画は以上です。面白かった時はチャンネル登録をよろしくお願いします。面白かった時は高評価ボタンを押してください。YouTube の更新情報については Twitter の方でも発信しています。ぜひともフォローをよろしくお願いします。以上サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。